見栄えは、ハエも組栄え科に属するハエの総称。見栄え科は、英語で、フルーツフライズ、いわば、果実映えと呼ばれている二つのトガの中の一つである。もう一方のフルーツフライズの症状映え科には、黄色症状映えなどのモデル生物として利用される種を含む症状映え属が含まれており、英語では、コモンフルーツフライと呼ばれて区別される。英名が似るため、症状映えと、 見栄えは混同されることもあるが、症状映えは右は映え上化、見栄えは見栄え上化に属する。見栄えは、全世界で1999年現在約570、属4300種余り、日本では2000年現在69属178種が記録されているが、新種記載、分類の再編、遺伝子解析により、見栄え化の分類は絶えず更新されている。 見栄えは農業において重要な位置を占める。一部の種は好ましくない影響を与えている一方で、好ましい影響を与えている種もある。様々な種が果物などの作物を害しており、例えばバクトラセラ属の見栄えは農業に破壊的な影響を与えるため、世界的に悪名が高い。オリーブ見栄えは野生、幸い問わず、 オリーブの実を植樹とする単植性のハエで、オリーブの果実を害し、潜在的には収穫の100%を壊滅させることが可能である。その一方で、ある種の見み前は、生物的防除に使われており、病害生物の低減に寄与している。しかし、その効果は、再検討の対象となっている場合もあり、例えばユーロファー族の数種では、放牧地に害を与える紫イガや、 黒あざみなどの雑草に対して、これを天敵として制御するだけの効果が期待できるか、どうかについては疑問視されている。大部分の見栄えは、植物の組織内部に卵を産み、幼虫は孵化すると、周囲の組織を食べ始める。成虫の寿命は普通非常に短く、一週間未満のものもいる。行動生態学の観点では、一部の見栄えでは、交尾に際して、 顕著な儀式的行動や縄張り行動が見られる。見栄えの多くは明るい色彩を持ち、視覚的に目立つが、一部の種では蜂などの危険な昆虫に似た色と模様になっており、毒針を持たないながらも捕食者を避けることができる。見栄えかはいくつかの赤に分類されている。フロリダ大学食品農業科学研究所のウェブサイト。ありがとうございます。